セビニエ公爵夫人、マリード・ラビュータンイコールシャンタル。セビニエ公爵夫人、マリード・ラビュータンイコールシャンタル。マリエ・デ・ラブチン、ショントル、マルキーズ・デ・セビニ、1626年2月5日から1696年4月17日は、フランスの貴族。日本では、セビニエ夫人の名で知られる。マナ娘へ宛てて書き送った。 に富17世紀の鮮やかな時代風景を綴った、た書書簡簡が有名であるる。め、書簡作家とも言われているマリード・ラビューカンイコール・シャンタルは、ブルゴーニュ地方出身の旧家の一員として、パリで生まれた。父親シャンタル男爵は、セイフランシスコ・サレジオの弟子であり友であったセイジャンヌ・ド・シャンタルの息子だった。母は、マリード・クーランジュである。父親は、 1627年7月レシマがイングランド軍に侵攻された際に殺された。母マリーは夫の死後わずか数年で死に、7歳でマリード・ラビュタンは孤児となった。彼女は母方の祖父母の下で育てられた。母方の祖父、フィリップ・ド・クーランジュが1636年に死ぬと、叔父のクリストフ・ド・クーランジュ、リブリーにある修道院の聖職者が、 マリーの法的貢献人となった。彼女はこのおじの庇護の下で良い教育を受けた。成長したマリーは、ブルターニュの名家で公爵のアンリド・セビニエと結婚した。彼は、地域の旧家と、良好な関係にあったが広い所領を持っていなかった。挙式は1644年8月4日に挙げられ、夫妻はすぐにレロシュル、現在のイルイコールへイコールビレーヌ県、ビトレーの館に行った。 マリーは1646年10月10日に、長女フランソワ・アズマル・グリット、出生ガレ・ロシュルかパリか定かでない。1648年3月12日に、長男・シャルル・レ・ロシュルで、出生を生んだ。1651年2月4日、セビニエコー・アンリは、ゴンド・ランプ人をめぐって、シュバル・エダル・ブレと決闘し、彼に勝った者の,の致命傷を負って、それから2日後に死んだ。 わずか25歳でマーリーは未亡人となり二度と結婚しなかった。彼女は維持の養育に専念した。1651年のほとんどオレ・ロシュルで陰闘して暮らしたが11月にパリへ戻った。その後彼女は都会と田園地帯を行き来して暮らした。パリでは彼女はサロンへしばしば通った。特にルイ14世の財務長官。 ニコラ・フーケ主催のサロンへ顔を出した。セビニエ夫人が、長女フランソワーズが結婚する前に、最も文通をした相手は、いとこで友人のビュッシー・ハクルジェド・ラビュータンであった。しかし、1658年に、夫人は、彼と仲違いした。1669年1月29日、長女フランソワーズが、プロヴァンス貴族グリニャン博。 フランスはアドエマールド・モンテールと結婚した。彼は三度目の結婚であった。夫妻は最初パリに住んだが、グリニアン博がすぐにプロバンスの副知事となったため認知へ向かった。セビニエ夫人は娘と非常に親しかったので、有名な書簡の最初のものは1671年2月6日に送られた。二人の文通はセビニエ夫人の島で続いた。 1673年からセビニエ夫人の書簡は複写されて改覧された。彼女は書簡が半ば公的な記録として知られ、従って書簡を巧みに書くようになった。1676年にはセビニエ夫人の人生におけるいくつかの重要な事件に見舞われた。最初に彼女は重病になって保養チビシを訪れるまで回復しなかった。 この地から描かれた彼女の書簡は最高のものと評価され、無比の鮮やかさを持って17世紀の高線地での生活を描き出した。この年、ブランビリエ夫人の裁判と処刑が行われた。この事件は書簡の中で触れられている。翌1677年、セビニエ夫人はカルナバーレホテルへ向かい、グリニアン家の人々に歓迎された。 彼らは長くそこに滞在した。彼女は1678年10月にプロバンスへ戻り、翌年にラロシフ公式の秘宝に接した。彼は彼女の最も親しく個人的な友人の一人だった。1677年から1687年の10年間に書かれた書簡の形態は以前の10年間のものより内容が小さいものとなった。 1684年2月、長男シャルルが若いブルターニュの霊場ジャンル・マルグリットとモロンと結婚した。この結婚の準備のために、セビニエ夫人は事実上子供たちのために、自分の幸運すべてを分与えたに等しく、人生の興味をほんの一部しか取っておかなかった。1688年、家族全員はフランソワーズの一人息子グリニャンコのウイに非常に、 き返った彼は、フィリップスブルク、現在のドイツ、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の町方へ備えて、花話し送られたのである。同じ年、セビニエ夫人は、ラシーヌのエステルの舞台を、3イコールル王立学校、3イコールシールイコールレコールにあった、女子学校で観覧した。この時から、宮廷行事の最も楽しませる記述が始まった。 1693年、セビニエ夫人は、旧友二人を失った。重慶ロジェドビューシーイコール、ラビュタント・ラファイエット夫人である。別の親しいとも、ラバルダン夫人も1694年に行った。1696年に、娘フランソワーズが病の床についた間、セビニエ夫人も高熱に襲われ、天然痘であった、グリニャン。 現在のドローム県のコミューンで4月17日に死んだ。夫人が病気の間、娘フランソワーズはそばにいなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。